第191号昇海特務艇は、日本海軍の特務艇。第1号型昇海特務艇の75番艇。太平洋戦争の終戦時に残存したが、朝鮮戦争で遭難し沈没した。マル計画の特務艇。第2121 21号艦型の191番艇。仮称艦名。第2311号艦として計画。 1944年11月5日、第191号紹介特務艇と命名されて、第1号型紹介特務艇の69番艇に定められ、本籍を佐世保陳府と仮定。1945年3月8日、戦隊外勢により、福岡造船鉄工株式会社から佐世保海軍交渉へ引き渡し、3月27日竣工し、本籍を 佐世保陳府に定められ、連合艦隊第22戦隊、第2艦師帝隊に編入。紹介戦へ出撃した記録は残されていない。7月1日、第2艦師帝隊から削除され徳山防備隊に編入。終戦時は、高校不能状態で、呉に所在。1946年8月15日、副院長、第2副院局呉地方副院局所管の、 総会館に定められ、帝国特務定席から除席。同日官名を聖徳第191号と解消し、大竹総会部所属と定められる。1947年8月1日、大竹総会部が廃止され、所属を下関総会部に改められる。1948年1月1日、副委員長が廃止され、運輸省に移管五月一日、 海上保安庁に編入され、総海戦 MS-30 となる。8月20日、船名を衝突第191号 MS-30 に定められる。1950年の朝鮮戦争の際、本船は、日本特別総海隊、第4総海隊に配され、10月17日に、下関を出港。20日に、軍山に到着し、総海を実施。十七日、 本船は、軍山沖で座礁し沈没した。朝鮮戦争の総会では、本船の他に、苦船徳、第202号 MS-14 が、元山沖で直来し沈没している。1950年12月21日、聖徳第191号は、苦船徳、第202号と共に、海上保安庁を解約された。 AB 賞は十六年三月二日付海上保安庁国時代五号による世界の感染海上保安庁全線停止 p 六十六では二十六年一月十九日解約としている本来の定名表記は第百九十一交渉会特務定本定が特務定類別東級別表に搭載された1944年11月5日時点で 第27号紹介特務帝、第33号紹介特務帝、第34号紹介特務帝、第156号紹介特務帝、第176号紹介特務帝、第177号紹介特務帝が同票未搭載のため、1944年11月5日時点で法令上は69番帝、これら6席を含めると通算で75番帝となる。 昭和20年10月1日付軍務1台180号の定めによる自動除籍。ありがとうございます。